ございます。おはようございます。今日は第1回旅行名杯復興応援チャリティーゴルフコンペということで、はい、今コロナで医療の方もちろんチャリティーよくしてるんですけど、お魚とかお肉とかもやっぱり店が閉まってるので、そこを応援できないかということでチャリティーをして、ゴルフの試合をしながらオークションとかでしたお金をそこに回してやろうと思っての第1回目ですね。プロは今日何人ぐらい？プロは20名、水沢さんも来てくれるので、あとチーム方面ですね。プロ2人にアマチュア2人、和気あいあいと回りたいと思います。よろしくお願いします。頑張ってください、はい。さあ小田プロ、いよいよティーオフですね。まあ標高がちょっとね、安高原感じるけど高いといえど、やっぱ暑いですね。ちょっと夏、ちょっと暑いね。台風明けのちょっと日差しが、ね、一緒に回るのは久常です。あ、久常プロお願いします。現在アベマ TV ツアー今賞金ランキングトップですから、もう今季2勝、いやー初々しいルーキーですね。たまたまですけど、もう何歳で19になるの？9月で19になります。18よ。これなの、もう倍にしてもまだ俺より低い。息子でもおかしくないぐらいの年齢ですよね。今日はちょっとね、久常プロの飛距離にあんまり煽られないように頑張ってください。小梅さん飛びますからね。煽られないようにもう5番打ってもらって大人のゴルフで一組ずつ、はい、はい、お願いします。じゃあ行きます。しゃーさあ、じゃあお願いします。失礼します。いえ、すごい、すごい行ってきたかな。あれあれ、失礼します。あ、でかっ。いやいやいや、ティーショットがこんなとこまで飛ぶの半端じゃないな。ナイスバーディー。ナイスバーディー。左ボギーかと思ってた。いや、ナイスパーです。最近ボギーはちょっともう、いや、やる、やってきなくて。しゃあ、うまく避けたな。うん。今日多分調子がいいですって言いやがって。多分今日俺調子悪いです。圧倒されるっすよ。だから回りたくなかったんですよ。アマチュアとは回りたくなかった。ナイスショー。おー、ナイスイーグル。ナイスイーグル。ナイス。快適に登った。50代、50代やる気満々ですね。仕上がった。ナイスバーディー。取られましたよ、もう。まあまあ、まだ2ホールですから。バーディーですから、小梅さんも。マイホール1打負けたら18打負けた。
めちゃくちゃニコニコしてますけどね。ナイスバーディー。突っ走んなって。嫌になる。本当にマイホール1打ずつ負けよ。いや、どっかで帯言ってくれるっしょ。ナイスナイスバーディー。ぴったりでしたね。ちょっと久しぶりにワンペナに入りましたからね。いや、どっかで帯言ってくれるっしょ。いや、どっかで帯言ってくれるっしょ。はい、横目にやっちゃいました。あの小田プロがあのニヤニヤしてましたよ。自分がバーディーパット入れてニヤニヤして待ってましたよ。まあ、そう気を落とさず。めっちゃ美味しいラインだったね。いいラインでしたけどね。